はい、こんばんは。215ページ、トラック64ですね。スライドの続き、3番のパターンからやってみたいと思います。はい、っていうような、ね、感じなんですけども、続いて4番、少しテンポ落としますね。はい、ではこれぐらいでやってみたいと思います。はい、どうでしょうか。スライドなんですけども、スラップにね組み込むとより粘りが出てきたり、スピード感が増すっていうようなね、そういった効果があるんで、ぜひ皆さんのパターンの中にもそれを組み込んで練習してみてください。で、次回はね、またハンマリングをやるんですけども、普通は同一弦上に対してのねハンマリングだったんですけれども、次は、違う弦に対してハンマリングしていくっていうね、ちょっと変わったものをやってみたいと思います。という感じでまたね来年もやっていくんで、見てください。それではまた皆さん、良いお年を。